13年前、アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に銃の悪魔が現れた。夢くらい見させてほしいよな。君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に変われるか。軽い気持ちで仕事するやつは死なせ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。人間は嫌いじゃん、そして悪魔も嫌いじゃん。ただせめて普通の生活がしたいだけなのに、なことも叶えられねえのかよ。